アセス・レフトウィッチは、アメリカ海軍の駆逐艦。スプルー・アンス級駆逐艦の22番艦。艦名は、ウィリアム・ジー・レフトウィッチ中佐にちなむ。レフトウィッチは1976年11月12日に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港し、1978年4月8日、浸水、1979年8月25日に、収益した。 収益から1985年3月までサンディエゴ海軍基地を母港として活動する。1982年11月29日、レフトウィッチはフィリピンのスービック湾東40マイルの海域でトーマス・エイエジソンと衝突した。両艦ともに演習参加中の出来事であった。トーマス・エイエジソンは衝突時、浮上準備にあり、戦望鏡振動を航行していた。 双方ともに損傷し、スービックワンに帰討した。トーマス・エイ・エイジソンは、セールと水平だ、ソナードームを損傷し、レフトウィッチは、右舷シャフト及びスクリューの羽二2枚を損傷した。2ヶ月後に、トーマス・エイジソンは浮上したままピュージェット、サウンド海軍造船所に移動し、修理を受けることなく退役した。1983年、 レフトウィッチは荒海を高速航行したことで船体およびソナーウィンドウを損傷した。1985年4月1日、母港が真珠湾海軍基地に変更される。レフトウィッチはその後退役まで真珠湾を母港として活動した。レフトウィッチは第3大戦ヘリ飛行隊第5文献隊と共に母港の真珠湾に到着した。5ヶ月半の展開で、 レフトウィッチは200隻以上の商船の臨検を行った。レフトウィッチは初めてトマホーク巡航ミサイルを搭載した艦のうちの一つで、実戦でトマホークを再搭載した最初の艦であった。ヘリコプターとシールズを搭載し、初めてイラク領域を占領、戦時捕虜を捕獲した。そして、16回の戦闘捜索及び救助任務に従事した。 その経歴中にレフトウィッチは8回の西太平洋、インド洋及びペルシャ湾での配備が行われた。湾岸戦争では砂漠の盾及び砂漠の嵐作戦にも参加している。レフトウィッチは1998年3月に退役した。その後2003年8月1日に標的艦として、 北緯22度48分47秒整形160度34分00秒北緯22.81306度整形160.56667度22.81306-160.56667の海域で海没処分されたありがとうございます